旅号第113潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅100型潜水艦の14番艦。1942年の昭和17年度計画により、1942年7月11日、川崎重工業専修造船所で起工。1943年4月24日進水。1943年10月12日、川崎重工業神戸造船所で竣工し、2等潜水艦に類別。同日、呉鎮守布石となり、15日に訓練部隊である第1艦隊第11潜水戦隊に編入された。11月9日、伊予灘で魚雷発射訓練中、旅113は戦艦山城と接触事故を起こすも、損害は軽微で済んだ。その後、呉で修理を受ける。25日、第11潜水戦隊は、第6艦隊所属となる。1944年1月31日、第8潜水戦隊第30潜水隊に編入。2月23日、旅113は、呉を出港し、南西諸島で対潜作戦に従事。その後、呉に戻った。3月25日、第30潜水隊の解体に伴い、第7潜水戦隊第51潜水隊に編入。5月21日、旅113は、呉を出港し、29日に、サイパンに到着。30日、サイパンを出港し、トラックに移動。6月8日、トラックを出港し、ニューアイルランド北方沖の3海戦に配備された。14日、グアム北方沖に移動して哨戒。27日、トラックに到着。7月10日、トラックを出港し、17日に佐世保に到着。その後呉に移動する。8月15日、第51潜水隊の解体に伴い、第8潜水戦隊付属となる。同年9月7日、旅113は、呉を出港し、9月27日にペナンに到着。10月25日、ペナンを出港し、ベンガル湾に進出して哨戒。11月6日、北緯10度40分東経81度10分、北緯 10.667 度東経 81.167 度、10.667、81.167 のベンガル湾で、英貨物船、マリオン・モラーを発見し、雷撃により撃沈した。数時間後、英駆逐艦、クオリティ、クオードラント、ローバックに発見されて追跡された。その後さらに英護衛空母、ベガム、シャーもこれに加わるも、なんとか振り切った。13日、ペナンに到着。28日、旅113は、ペナンを出港し、ベンガル湾に進出して哨戒。12月3日、マドラス近海で、浮上航走中、英空軍所属の B-24 に発見されて、空爆を受けるも、被害はなかった。18日と19日に、ベンガル湾で輸送船を撃沈したと報告するも、連合軍側に該当する輸送船はない。12月28日正午、ペナン近海を浮上航走中、英潜水艦中理に発見される。中理は魚雷6本を発射してきたが、魚雷はすべて早期爆発したため、被害はなかった。その後、ペナンに到着。1945年1月20日、旅113は、ペナンを出港し、シンガポールに寄港したアトルソン島西方沖に進出して哨戒を行う。2月7日、高雄に到着。10日、ルソン島バタナリオの残留搭乗員救出のため、高雄を出港していくのを最後に消息不明。アメリカ側記録によると、2月12日01午後、ルソン海峡で米船バットフィッシュのレーダーが船を探知した。バットフィッシュはレーダー観測で目標に近づき、明け方近くの0449に一度潜航した後、再び浮上した潜水艦に向けて魚雷を4本発射。魚雷1本が命中した潜水艦は爆発。大きな黄色の火の玉と火炎が周囲を明るくし、潜水艦は轟沈した。これが旅113の最後の瞬間であり、艦長の原田清隊以下乗員59名、全員戦死。沈没地点は、上銀島付近、北緯19度10分東経121度25分、北緯 19.167 度東経 121.417 度、19.167 121.417。2月20日、フィリピン北方で亡失と認定され、5月10日に除籍された。撃沈総数は1隻で、撃沈トン数は3827トンである。マリオン・モラーがインド洋で日本潜水艦に撃沈された最後の連合軍輸送船となる。ありがとうございます。